がスカッシュ。お疲れ、お疲れ、お疲れ。超嬉しい。こんな顔なっちゃうの。やったー。ひだとけんちゃんからお土産。まあ、お土産だな、一応な。けんちゃん。まあホテルにね、ようやく着いたのでね。せーの。今日はお二人に乗って帰ってもらいたいと思います。昨日夜の11時までかかった道のりをさ、今日4時までに帰らないといけないの。ケツがあるから。しかもプラス20キロおおおうわっ、ありがとう。期待してるよ。いってらっしゃい。またね。その時間が止まらないように、分かってるような、気づいてるような、そんな予感もきっと。はい、時刻はね8時30分。まあおよそ20分から25分でスッと湯本まで着きましたこれはだって登った者へのご褒美だな、下りっていうのは。そうだよ。なのに俺たちはご褒美だけもらっちゃってるからどうしたどうした、お前部屋の鍵じゃん。部屋の鍵俺持ってきちゃった。お前こういうところでそういうところ見せなくていいんだよ。お前のやっちゃってんだもん。あ、もしもし、中田です。申し訳ない事件が起こってしまったんですけれど、ホテルの部屋の鍵を箱根湯本の駅まで持ってきちゃったんですよ。なかなかやらかしたよあいつさ、部屋の鍵持って行っちゃったんだよ。それをね、俺らにさ、箱根湯本まで取りに戻って返しといてくれって俺ら今日観光できんのかなと思ったらさ、びっくりしようと思ってたら何にも、もうすぐ出なきゃいけないゆうやー、けんちゃんごめんなさい。ゆうにね、本当にすいません。宿の人が本当に優しくて、はい、2時までに鍵返してくれればいいって言ってくれたんで、僕らが取りに行きますから。あ、すいません。この事件で使った時間何分か分かります？あ、ちょっと時間までなんですね。25分です。行くぞー。おー、はい、小田原城に結構すぐ着いたよね。小田原城どんぐらい？小1時間ぐらい。何を連れてたやん。今のところはただの気持ちいいサイクリングです。はい、まあね、僕らは気軽にこれをとりあえず返して、はい、これを返してなかった中田さんのまず取りに行きたいと思います。そうだ、ね、今取りに行ってきます。はい、すいません、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、またお願いします。はい、来てるよ。おのずと出てきた海っすね。ああ、これが海ですね。おのずと出てくるんですよ、海っていうのは。奇跡的にね、濃い桜のロケ現場に来たんで。濃い桜のロケ現場？そう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 、こういう感じ、こういう感じ。恋に身を焦がして命を落とすなら、それは男として本望なんだよ。あの黄色いおじさんがいるらへんだね。そうだね、ちょうどあそこにサトシが埋まってね。サトシあの辺埋まってたな。じゃあ知り合いが滝を中田っていうものがついになって、ね、もうごめんなさい。ありました。マジのベビーの。もう移動の旅じゃん、こんなの。移動日だよ今日。昨日も移動日だったけど今日も移動日じゃん。見てる、けんちゃん見てる。前川の停留所だよ。あ、体疲れた。じゃあもう休む、思い切って飯食うじゃん。昨日あんなに楽だったのに、なんでこんな今日辛いのかみたいな、そういうところあるよ。で、始めたの無理さ、戻ってきました。帰ってきました。これ返したいと思います。すいません、お待たせしました。これごめんなさい。ありがとうございました。なにここ、ただの田舎なんだけど。トラベル、おい、レッツトラベル。また戻ってきました。今から箱根湯本に戻ります。はい、まあ、
道じゃないじゃん。なんなのこれ、なんなの、あなたが選ぶ道、これなんなの、な、これなんなの。ここ覚えてますか、あの1時2人ぐらい雨宿り。半クロスしてるからね、4時間半ぐらい。もうそう、実際そうだよ。4時間ぐらいで来ちゃった。しかもさ、うん、疲れてたね。まだ全然いける。辛くなかった。うん、俺たちがさ、ここまで来るの全然辛くなかったと思うからさ、うん、あいつら超辛かった。そうだと思うよ。だからあいつらのご褒美、俺たちはほんとペロ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 。そうだね。駅弁買って帰りましょう。帰りましょう。そんな食べる時間もないんで。はい、うまそうでしょこれ。牛すき弁当。最後の坂。この坂が最後の坂です。どうですか、最後の坂登り切りましたよ。達成感ない。お疲れした。あいつはなんでいねえの。いや、まあついてないでしょ。まだついてないでしょ。ついてたの。それは何キロ。70キロでしょ。あれ、あれ、あいつら、あれじゃん。おかえりー。鍵返してさ、もう観光1秒も停止で来てもらって。ああ、やっぱり鍵の仕打ちじゃん。これ鍵の仕打ちだよ。そうだ、お前のせいじゃん。ね、何の達成感もないよ。あ、飲んで飲んで。家に近づいてくるからさ、どんどん知ってる道になってくるんだよ。ここがさ、自転車こぐたもん。ここがこう毛がなくなっちゃったんだよ。本当だ。70キロってこういうことだった。すげえ。毛がなくなっちゃう。はい、はい、劇団スカシです。はい、どうも。今回のこの素人にはフルマラソンできるのかっていうのがね、その違う違う、あ違う、それが変わって実験企画、あのチャリでその走れるのか人は。今回何の旅。え、だチャリの旅。チャリで移動の旅だよ。チャリで移動の旅。チャリでドンキホーテのチャリで移動の旅だよ。またねー。